ヤクルト、バウアー待望論が出てきてしまう。獲得しろよ。先発いねえんだから。これは思うヤクルト一番欲しい人材やろ。青木がうまく操縦すればいけるやろ。なら石田にもっと出せばよかっただろ。メジャーやろ。イメージ第一だからバウアーは取らんやろ。あれ獲得のネックの一つが DeNA とのビジネスの違約金が全く見えないことやと思う。石田に振られた精神的ダメージが来てるんよ。中4日で回るし普通にヤクルトに合うやろ。山崎福の分余ってるやろ。宗隆とバウアーは気が合いそう。何億払うつもりなんや。三冠王より高いで。和を乱しそうなのでいらんわ W。神宮だからダメ。もう助っ人の補強終了してるから無理やろな。さすがにバウアーもメジャーダメなら DeNA 残るだろ。でもバウアーちょっとやらかしたからな。ずっとやらかしてる定期。別に人格についてはチームメイトに直接暴力振るうとかじゃない限り別に野球選手に求めてないからいいとして、獲得したとしても単純にモチベーションの低下や他チームの分析によって結構成績が落ちそうなんだよな。変な飛び火やめちくり取る取らない以前にヤクルトの払える年俸でバウアーが来るわけないだろう。